おはようございます。皆さんおはようございます。今日は昨日よりも昨日よりは眠たさありません。というか今日は目がすっきりしています。とってもいやでも眠たいか、やっぱり眠たいです。やっぱり今日はね、少し早く終わります。今日はね、お昼からなんです、握手会。アジナおはよう、みんなおはよう、みんなおはようね、みんなおはようあるね、おはようあるね、みんな眠そうあるね。今日は握手会あるよ。握手会があるね。今日から3日間握手会あるよ。今日から3日間握手会やるよ。この喋り方誰か知らんある？知らんあるか？この喋り方分かったあるか？一人分かった人はいるけど、知らん人いるある。分かった人3人おるある。これはね、銀魂のかぐらちゃんあるよ。わかるあるか？銀魂のかぐらちゃんある。銀魂のかぐらちゃんの真似ある。知らんかったあるか？似てないある。悲しいある。よいしょ。今日はこの後握手会なんですけども、今日からね3日間握手会があるんですよね。でね、そのあれですよ、みんなにね、そうお知らせしないといけないことがあるんですけれどもね、そうちょっとこれから
この前これからですねホテルで朝配信できなくなってしまったんです。前はちょっとマネージャーさんに許可を取って私は毎朝こうやって555配信続けてるからマネージャーさんにお願いして、その白い壁でならやっていいよっていうことで許可を取ってたんですけど、ちょっとある件があってからちょっとショールームの配信が厳しくなっちゃったみたいで、ホテルで配信するのはもう全く共通でなしということになりました。今までねチームエイトの子とかも多分ホテル配信やってたと思うんですけど、ちょっとね今回をきっかけに全グループのメンバーがホテルでの配信はなしになっちゃいました。そうだから多分今日から3日間は配信できないと思うので、本当に今までね続けてきたのがもったいないなってすっごく思うんですけど、そう今何日間続いたんだろう、52日、そうなんか頑張ってさ続けてきたっていうかね、いろいろなこうことはあったけど52日間かな続けてきて、寝坊とかもあったんですけど、やっぱねちょっともったいないね。でも何継続がなくなったからって言ってそうなるわけではないからね。だからこれからホテルの時はもう朝配信はできなくなってしまうので、皆さんゆいがねまあいいように捉えればあれですよ、そうホテル配信をやらないことによってファンの皆さんの負担も減るわけであって、まあそれを考えるとなんか私的にはファンの皆さんの負担が減るというか、その時間は寝れるっていうかそうなるので、まあいいかもしれないですね。なんか朝やっぱ眠たいじゃないですか。だからファンの人にこうやって毎朝毎朝起きてもらって見てもらってるのがすごくこう申し訳ないっていうか、うん、いつも眠たいって聞ながら、ね、書いてくる方ばかりなので、やっぱゆいのためにそうやって眠たいお仕事とかあったのに眠たいながら見に来てくれる、そんなちょっと布団ちょっとかけちゃってるのかなって思っちゃってたので、まあ嬉しくはないですけど、そういう一面では一日の始まりなのに、本当ですか？毎日の楽しみだよ、元気もらえてるよ、好きで見に来てるんだよ、そんなことないやるよかった、そんなこと言ってもらえて本当に嬉しいです。なんかこれを見てなんか健康生活になったっていう方もいらっしゃるし、まあ、そういう面ではすごく嬉しいですね。生活の一部、うん、
見たい人しか来ないよ。そうですよね。だから女神見れただけでいいです。ありがとう。もう習慣になっているからね。よかった、そうやって。このおかげで早起きするようになった。口笛弾けますか？唐突の口笛弾きますか？あれ吹けない。ずっと でも今日唇潤ってるから全然大丈夫ですよ。さっきティント塗ってきたばっかりだから全然唇乾いてないんですけど。あ、できた。でもほぼ風の音みたいになっちゃって。でも口笛吹いたら蛇やってくるって言いますよね。だからダメだよ、やっちゃら。あー、じゃあもうそろそろね、今日も早めに配信終わります。ということで、配信見てくれた皆さんありがとうございました。短い時間だったんですけど、本当にちょっと本当に短い時間だったんですけど、ちょっとね、ちょっと今日は本当に申し訳ないんですけど、今日は早めに配信を終わらせていただきます。次は多分4日後になりますので、3日後かな4日後かな、どちらか忘れましたが、多分今日から3日間は多分できないので、はい、早すぎやる、ごめんある。じゃあ今日から3日間握手会来てくれる皆さん、よろしくお願いします。話のトークの内容はどうしますか？なんかみんなね、いつもね、トークもう喋ること尽きたよってファンのみんなが言うんですよ。話すことないよ、ないあるよってね、みんながね言うので、ちょっとね、どうしようか。まず話の内容の一つとしては、銀魂の映画を見た人はそのことについて話す。あとは、そうですね、最近のことで言うとやっぱり昨日の劇場公演のことじゃないでしょうか。それでデベソが出たこととかもあるし、
まあ日頃のことといえば、あと今日はじゃんけん大会の予選があるんですよ。なのでファンの皆さんに、今日直接来てくれるファンの皆さんの直接手から運を吸い取らせてくださいそう、じゃんけんがすごく弱いので、ファンの皆さんの運を今日は直接この手で吸っていきたいと思います。みんなだから運を手に貯めといてください。お願いします。では13位アネールさん、12位カズさん、11位アラキさん、10位 HM さん、9位今日はユータンと握手、あらら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 、ら完全にユータンと握手するのね8位まゆゆさん、7位りょうへいさん、4位6位ルートさん、5位やまやまさん、4位かかしさん、3位みやっぴーさん、2位ゆきさん、1位はぎはぎさんです。ありがとうございました。ではまた3日後、バイバーイ。